なんかもう出会うことないだろうと思った人と出会えたみたいな感じ。皆さんこんにちは、アイリです。今日はですね、キャンメイクのラッキーバッグを買ってきました。今日発売だったので朝行ってきたんですけども、こちらをね開封していきたいと思います。はい、それではスタート。はい、こちらですね、私はロフトで買いました。今日発売ということでね、今年はね何が入ってるんでしょうね。お、ちょっと一つ一つ見ていきたいと思います。まずはこちら、キャンメイクシークレットカラーアイズ02番。もう知ってる。しかもありがたいことに青み肌向けでした。とカラーも実際見ていきたいと思います。今日はちょっとね手に出すだけになってしまうんですけど、どこから開けるんだろう。こういうの苦手で、これは力ずくで。中のカラーはこんな感じで、見たところこの真ん中だけがパールと言いますかラメ感がありますね。裏の説明を見ると、こちらを下まぶたに塗って眉下のハイライトで、こちらのブラウンって言いますかね、目頭側に塗ってポリ深メイクですね。なんかノーズシャドウに使えそうな感じです。手に出してみるとこのような色味になっています。このピンク可愛いですね。あ、やっぱり真ん中のラメ感がすごく綺麗です。で、このベージュっていうんですかね、ブラウンも濃すぎないので使いやすそうですね。うん、アイシャドウっていうよりかはいつものアイシャドウにプラスオンで使って、さらにね目元を華やかに立体的に見せるために使うものなんだなって感じました。シークレットカラーアイズだからそうですよね。うん、これはいいですね。使ってみたいなと思いました。もうこれ1個目からすごくテンションの上がる、はい、アイテムです。あ、嬉しい。はい、では次行ってみたいと思います。グローフルールチークス07番。おー、初めて見ました、このカラー。ツヤ&クリアほっぺっていうことで、ツヤきましたね。はい、あとは色味が合うかなんですけど、私最近やっぱりちょっとくすんできたんでしょうね。透過が始まってるので、真っ青なピンクよりも少しピーチ寄りの方が最近は肌に合うなって感じてたので、これもねどんな感じか気になります。あー、これも飽きづらいパターンですね。はい、中はこんな感じになっています。混ぜて手にのせてみます。あ、薄い、薄い。思ってたより薄付きで使いやすそうです。ちょっとオレンジっぽいかなと思ったんですよ。肌の色に合うかなと思ったんですけど、ここにのせてみると優しいピンクのカラーになるので、使いやすそうなカラーだなと思いました。またちょっと頬にのせると変わってくると思うんですけれども、これすごいなんか使うの楽しみになりました。しかもすごくツヤ感も綺麗なので、クリアってだけでやって透き通ったって言いますかね、透明感のあるチークに仕上げてくれそうです。はい、で次がカラースティックフェイスカラー02番。コンシーラーですね。ニキビ跡シミそばかす用で書いてあります。ちょっと色をね見てみたいと思います。あれ、これパリパリっていうのなかったでしたっけ。あ、肌にのせたらすごく自然なカラーでした。いや、いいですね。肌にすごく馴染むカラーで、カバー力的にはまだわからないんですけど、今度ねシンボルシミに使ってみたいと思います。本当に普通に言っちゃってますけど、はい、シンボルシミがありますのでね、ここに。はい、で次が、いや、なんかもうすごいテンション上がる、なんか。こちら、キャンディーラップリップ18番。嬉しい。もう私、キャンディーラップシリーズ大好きなんですよね。で、これはちょっとカラーは、思ってたより濃いめですけど、このシリーズのグロスなら、もう間違いないって思っちゃってて。はい。なので、あ、これはペリペリがある。あれ、これパリパリっていうのなかったでしたっけ。まあそんなことどっちでもいいですけど、はい、ちょっと手に出していきたいと思います。あ、ちょっと濃いかな。まあ透き通ったグロスなので、唇全体で薄く伸ばせば血色のいい感じになるかなと思うんですけど、ちょっと塗ってみようかな、これだけ。普段私が使うリップよりかは少し濃いめの色ではあるんですけれども、透き通っている分使いやすいカラーかなと思います。真っ赤なマットの感じではなくてツヤ感がありますし、あとクリアなので、このチークと合わせたらすごく可愛く使えそうな気がします。はい、まだあります。あと2つあります。はい、次が、おお、
これ。メルティスムースオイルグロス01番、すごい入ってた。私今まで02番使ってたんですけど、これはね01番のクリアです。全然嬉しい。もうさっきこれお気に入りって言いましたけど、キャンメイクの中のグロスはもうこの2つが好き。これもすっごく好きだったんです。いや嬉しい。もうこれ廃盤なんてないと思ってたから。ありがとうございます、入れてくださって。あー嬉しい。私これ一番嬉しいかも。なんかもう出会うことないだろうと思った人と出会えたみたいな感じ。再会しました。はい、で最後がカラフルネイル66番。実はですね、私これ持ってるんですよ。でもすごくカラーが綺麗なんですよね。色っていうんですか、このピンクのカラーがすごく可愛くて、ちょっとマットな仕上がりになるんですけれども、使い方によってはすっごく可愛く使えるので、なんかナチュラルなカラーが入ってるのはすごく嬉しいですね。はい、以上でキャンメイクのラッキーバッグのご紹介でした。なんか私去年よりも品数が多い気がするんですよね。今回は6つの商品が入ってました。あ、そうだ、私肝心なこと言うの忘れてました。これ900円です。すいません、値段ちゃんと言うの忘れてたんですけど。なのでこの6つのね商品かなりお得だと思います。合計したらちょっと計算できてないんですけど、この6つが900円で買えたのはすっごくお得ですね。すごく満足です、本当に。全然合わなくて使えないっていうよりかは使いやすそうなものばかりだったので、使うのが楽しみです。で今日は商品の紹介だけになってしまったんですけども、今度ね今日入っていたものでメイクをしたいなと思ってますので、はい、そちらまたご紹介したいと思います。はい、ということで今年って言いますか、2018年、今日、あ、来年ですね、来年のラッキーバッグはこんな感じでした。はい、すごく今年も良かったです、やっぱり。またね店舗によって中は変わってくるかなと思うんですけれども、キャンメイクのねラッキーバッグはすぐ売れてしまうので、気になる方はぜひ早めに店頭に行ってみてください。はい、ということで今日もご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。